チャールズ・フィニー、チャールズ・グランディソン・フィニーは、アメリカ合衆国のプロテスタントの伝道者、第二次大覚醒の主要な指導者である。最初に、リバイバルの合文書にし、しばしば最初のアメリカ人リバイバリストと呼ばれた。フィニーは、アメリカ合衆国の歴史に大きな影響を与えている。フィニーは、コネチカット州の農家に7人の子供の遺語として、生まれた。両親は農夫であり、 フィニーは大学に行くことができなかった。しかし、学力、音楽的才能、指導者としての力を持っていて、16歳の時に学校の音楽教師になった。1818 18年、ニューヨークのアダムスに引っ越して弁護士になるために、法律事務所で働き始め、2年後に法廷に立つ、資格を得た。その町の牧師と親しくなったフィニーは教会に出席するようになった。 当時よく使われた教科書、法律中改善書の著者ブラックストーンがクリスチャンだったこともあってテキストには聖書からの引用が多く、それに応じてフィニーは聖書を読むようになる。1921年10月10日、29歳の時に劇的な改新をした。森に入りひざまずいて神に祈っていると、旧約聖書、エレミア書29章12から14節の言葉が、 示された。その晩、弁護士事務所に戻ったフィニーは、精霊のバプテスマを受けた。愛の波のように、体と魂を突き抜けていく、精霊の印象を感じたという。1824年に、32歳で、長老派教会の牧師となった。フィニーの伝道者としての特徴は、独学で進学を学んだ点にある。その上で、 フィニーが拠りどころにしたのは英訳された聖書のみであった。聖書の一文一文を重要視するのは正当的なプロテスタントの特徴であるが、その場合でも正しい聖書理解のために必要とされたヘブライ語やギリシャ語の知識すらも不要だと論じ、教理問答なども軽視した。これがそれまでのプロテスタントとは大きく異なる。フィニーは神学教育を無意味だと論じ、また、 牧師にとって重要なのは進学の知識ではなくいかに多くの人を救ったかという思想心情を修正、持っていた。フィニーの福音伝道メッセージは元弁護士らしく論理的、明快で人を新しくする神の力とイエス・キリストの愛を説いた。また原稿なしに説教を行うことでも知られていた。また、フィニーはリバイバル自体を分析し、リバイバルは 奇跡ではないと結論付けたことでも知られる。フィニーは、リバイバルや、それに伴う改心は神による奇跡ではなく、人間の努力によってなされるものとした点でも、それまでの信仰復興運動者とは異なっていた。オーバリン大学フィニーは、よく知られたキリスト教の福音伝道者であるだけでなく、奴隷制度を非難し、奴隷解放運動にも関わった。 1830年代から彼が巻き返する教会では奴隷所有者への賠参を停止した。1835年、オーバリン大学の教授になるため、オハイオ州に引っ越した。後に学長になったオーバリン大学は、合衆国の大学の中で初期奴隷解放運動の主要な教育機関となり、白人、黒人、女性の教学を最初に実現した大学になった。 同名の幻想小説作家は総尊にあたる。ありがとうございます。